どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。いやー、前回後半がねーというか、だいぶこう道が分からなくなってきたね単純にね、どこ進むのっていうのが増えてきてさ、大変なんだけどね。あ、はい、行きます、行きます。今アイテム回収めっちゃスライドしてる、やべえなー。で、落ちないのか。なかなかいいねー。で、ここ行きたいわけだけど、上か。はい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 、そういうルートね。勢い余って落ちるんだよね、このゲームね。でもこのゲームはあれだね、隠密っていう感じではなくて、謎解きもそこまでないし、なんだろうね、どっちかっていうと銃撃戦をしたいっていう感じだよね。本当に？はい、へっしょ。いた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 。なんで曲線の意味とは。痛い、それは痛い。よし打ち方乱暴じゃんやばいね。意外とね。よし。行くぞ。痛い。それは痛い。それは痛い。さらにか。おお、バリケードが壊れた。いて。痛い。まだ生きてたか。痛いな、もう。87。黄金の魚。いた
ぞ。行くぞ。ん？いて、お前そこいたのか。潜んでたんだね。で、ああこれか。さあ上行って。あ、それだけね。ああ、真ん中の方が良かったかな。で、上か。これでいいかな。あ、違う。普通に降りてしまったわ。いやー、真ん中だよねー。あ、でもあそこか。登って左だ。さあ、タワーもそろそろ終わりかな。不思議な音楽流れたけどね。ういー。さすがに、おお、あったね。見えてなかった、光で。はあ、また敵戦かな。あそこにいるぞ。いた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 。はい、ヘッドショット一発やね。そんな先急がんで。いやーでも、圧倒的にこっちは銃撃戦だね。トゥームレーダーしてたけど、あっち弓だからね。弓も弓で隠密が良かったんだよな。さあ行きますか。はいはい。待って待って。入れるから。はいはいはーい。待って待ってー。なんとか港まで行ってボートがあることを祈ろう。さあチャプター10、黄金の行方と。まあ多分だいぶ進んだと思うんだけどね。あそこなんかあるね。あからさまにここに来なさいって言わんばかりの配置。昔の船の積み荷目録だ。まだ結構綺麗だぜ。おい見ろ、これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキヨ。金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの？
ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ、金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ、そう、これだ。なんか気味が悪い。うん、あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント？何が？ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シク・パルビス・マグナ。偉業も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの？座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあ、これはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。本当に？まあでも逃げたことにはね、まあ死ぬよりか大事だからね。まあ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 。いたぞ。いてー。ちょうど見てなかった角と、はい、ドロップ。どういう打ち方や。めっちゃ飛んだ。意外としぶといね。痛い。痛い。それは痛い。それは痛いって、いくらなんでも。あ、これはダメ。あ、いけるね。よしよし。それね、弾が大量にあればグレネードを取りたいんだけどね。グレラン強いからね。90発が限界。よし。時間制限。さて、あ、残念ながらボートはないみたい。運も尽きたってわけかしら。いや、あそこにある入り江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。オーケー。何を企んでる？別に、ただもう少し景色を撮りたいの。大丈夫よ。わかったよ。絶対ここにいろよ。絶対だ。絶対何か企んでるよね。
よし、なんかまたボスっぽいに出てきそうだよね。危なあ、これはあかんやつやに、おー、びっくりしたー。なるほどね。ダメだったね。ちょっと待って。これでオッケー。問題はここか。なるほどね。だからダメだったわけか。さ、先に倒しとかないと後々苦労するところだったんだね。ヘリじゃないな。銃撃戦ですな。無理か。いや、ちょっと待った。ここは危ない。待て。無理やね。一番はね、なぜか銃が入れ替わってたっていうね。あそこなんだよな、問題は。隠れ方が難しいね。無理やね。右から行くか、右からかな。
はい。いやいいのあるじゃん。狙えない。痛いね。あとはどこにいる？おい、この野郎。いやースナイパーライフルいいなーと思うけど、マグナムも落ちてたね。結構強めな装備が。AK ね。ショットガン。マグナムはね、ほぼほぼ一撃で倒せるから、ちょっと持っておきたいんだよね。あら。消えちゃった？消えちゃったかな？行くぞ。仕方ないか。さて、この銃はショットガン。いやー、スナイパーライフルはあれ隠してあるのわざとらしいよね。あれはちょっと卑怯だ。んじゃ、回しましょうか。よいしょ、よいしょっと、よし。もう体酷使しまくって、もうすぐだね。さっさと全部船に運べ。ねえ、早くしろ。もたもた。なんでここに。この映像見てみて。今がそれどころじゃないだろ。ちょっとねえ、何やってんだ。いいからこの映像見て、早く。なんだよ。甲板の荷物も忘れんなよ。よーく見るの。
きてたのよ。急げ。よくわからないけどネート、この人信用できるの？銃で脅されてもいないみたいだけど。わかってる。確かに妙だ。だがサリーは詐欺師でも裏切り者じゃない。どっちへ向かった？北ね。多分山の方。オーケー、多分修道院だ。行くぞ。え、もしあいつらとグルだったらどうするの？助けるか、ボコボコにしてやるから。いや、何にしろボコボコにしてやる。そうか、サリー生きてたか。あいつ黒幕か。奴がいたぞ。おお。確かに強いな。通していい。ちょっとリロード遅めか。AKの方が、でも精度は多分上なんだろうな。こっちの方がね。そうだよね。どうして壁が崩れてるのかしら。あそこを見てみろ。何？誰かが大量の爆薬を使って壁を吹っ飛ばしたんだろ。ドガーンだ。気をつけろ。足元の板も今にも落ちそうだ。カメラより命が大事だからね。そう、反対側来たね。一応お宝はなし。外したん？あと一人どこ行った？いや、よし。そこにあったか。なんかすっごい形。トカゲかな。AKか。
撃ち殺せ。そしてまた、銃か。やっぱダメージ高いな。この川を行けば修道院に着くはずだ。 AK か。 AK どっちとも殺傷能力は高いけど弾がなかなか手に入らないって感じか。激流やね。流されてく。あ、そっちは乗れるんだ。終わりそうだよね、この爆発巻き込まれたんで。どこだ？いやー、今のはどっから撃ってきた？痛い。ダメージ高っ。なんでも精度良すぎじゃねえ相手。これって慣れるもの？2人いたか。ダメ。タル撃ってもダメなんだよ。ことはまたタル流れてくんのかな、さっきみたいな感じで。登りきれた。どこから出てくるんだ。本当だよ。出てきすぎ。き当たんねー。おお。いや、まだ近づかないとダメか。次はグレネードか。
ここやばいね。痛い。いや、ひどいな、まったく。いないね、よしよし。一体どこまで上がればいいんだ、これ。やっと着いたね。ありがとう。大変。行けるか。え？よし、とりあえず修道院へ行って様子を見てみよう。さあ、聖地。うん、キリがいいんで一旦ここまでにしましょう。いやー大変。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。